クラ競馬11レースプロキオンステークスです。能力偏差値ですが、 B ランクが1頭、 C ランクが8頭のレースになります。これから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます。最後に適性を反映した予想印を公開していきます。指数グラフの見方ですが、指数は青色の折れ線になります。黄色線は連帯目安のラインとなります。まず暫定20丸打ちました能力偏差値1位12番の馬からです。前走黄色線を上回る指数をマークしています。連帯資格は十分です。前馬比較してみますと、この馬の緑色は他の有力馬と大差なく混戦のレースであることがよくわかります。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸、今回は1007です。指数の青線が山となっているのは、前走が1800です。1月の中山も1800、昨年10月の中山は1900です。1700もこなす可能性が高いと思います。展開面を見ておきます。一角通過順位はオレンジ色の四角になります。指数の青線が山となっているところを見ていくと、前走が9番手からの競馬です。1月の中山は6番手からの競馬、昨年10月の中山は後方からの競馬です。後ろ目からの差しの競馬が良さそうなタイプです。ここで先行力分析シートを見ておきます。一角進入予想図ですが、逃げ馬が4頭、先行タイプが4頭ということで、ハイペースを予測します。先行勢の総崩れのリスクを考慮したいと思います。先行力で相当してみますと、この馬の先行力は66で中段グループになります。ここも後ろ目からの競馬になるそうです。上がり指数を指数比較分析シートで見ていきます。この馬の上がり指数ですが、上がり指数平均は49で、6番手になります。鋭い足差し足があるわけでなく、展開面ではマイナス評価した方がいいと思います。次に暫定丸を打ちました、能力偏差値に1番の馬になります。2走前に黄色線上の指数をマークしています。能力的には20丸打った12番と同等です。距離を見ていくと、指数の青線が山になっているところを見ていきます。2走前は1008でした。昨年11月の東京は1006です。昨年8月の小倉は1007でした。1007は適距離だと思います。展開面を見ていきます。指数の青線が山となっていくところを見ていくと、2走前は2番手からの競馬、昨年11月の東京は花を切っての競馬、昨年8月の、小倉での競馬は3番手からの競馬でした。後位からの競馬がいいタイプです。この馬の先行力ですが、89でトップになります。ここは楽に後位につけてマイペースの競馬ができそうです。ただし、ハイペースになった場合のリスクを考慮したいと思います。次に暫定黒三角打ちました能力偏差値3位、10番の馬です。前走と3走前に黄色線上の指数をマークしています。距離の方ですけど、1月の小倉の1007でまずまずの指数を出しています。距離は問題ないと思います。展開面では花を切って高指数を出しています。この馬の先行力ですが、81で4番手です。ここは花を切れない可能性が高いと思います。次に暫定白三角打ちました能力偏差値4位、9番の馬になります。休養前には黄色線を上回る優秀な指数を連続しています。能力的にはトップだと思います。
今回休み明け初戦になりますが、過去の休み明けを遡って見ていきますと、ほぼ休養前と同じレベルの指数を出しています。鉄砲が効くタイプだと思います。距離の方ですけれど、昨年8月の札幌戦7でも高指数を出しています。距離は問題ないと思います。展開面ですが、後ろからの競馬が続いています。追い込みタイプです。この馬の上がり指数ですけれど、64で抜けた1番手になります。上がりの足を評価したいです。またハイペースになればこの馬に展開の利があると思います。以上、適正分析を考慮した最終予想印です。本命20マイル打ったのは1番です。能力偏差値に展開面で高評価しました。馬券の方ですけれど、20丸打った1番を軸に、相手は丸を打った7番、黒三角10番、白三角を打った12番、ここまででいいと思います。